半島小説、リュシュタン事件は、1936年に戦死したリュシュタンを題材に書かれた小説、リュシュタンが半島文書だとされた事件。リュウシ,ュタ,ンリュシュタンは1920年代から活躍した軍人で、朝鮮の戦闘に立ち高校らと共に、中国西北部の戦艦編ソビエト政府の確立に尽力した。1936年2月21日、 毛沢東の北上抗日という指示で統制を行い、賛成省に入ったところで道地を支配していた国民党の遠釈山軍に敗北し、4月14日に退却の途中に射殺されている。この一件で彼の故郷である保安県は志探検と名を変え、追悼大会が盛大に行われた。1954年中央宣伝部の指示で、 彼を題材にした小説、リュウシュタウンが弟、リュウケイハンの妻で、自身も、千北で活動していた、利権によって執筆が始められ、1959年までに、書稿を書き終えた。その後、1936年当時に、千北省ソビエト政府主席であった、国務院副総理周中伊佐の助言を得て、1962年までに、完成した。だが、 すでに失脚していた高校や1930年代に共産党で極左変更路線を主導した欧米に関わる内容であったことから、西北地域の党責任者だったカタは中央宣伝部の審査を仰ぎ、収容副部長は問題なく出版は可能と結論。出版にこぎつけた。ところが、公明日報、公人日報、 中国青年法などに連載されると、円赤彦が、内容は、党中央の評価が必要だと発表に反対し、その報告を受けた構成によって、政治問題であり、処理を求めると、要将婚に命じた。8月、第8期中央委員会第10回、全体会議予備会議で、小説、劉子団は、高校の名誉を回復し、党を攻撃する文書と、指摘、 9月24日に開催された大発揮中、中前会で、毛沢東は、小説を書いて、半島半人民をするとは、これは、一大発明だと批判した。これを口実に、周中伊沢、夫、ガタクオ、劉慶藩らが、半島集団と認定され、周中伊沢は、島内外の職務から全て解任された上に下放され、ガタクは、北京鉄工講師の副経理に降格された。 1966年に文化大革命が始まると、後世、後世、林平らは、小説、流子誕に関わった人間に対して手を伸ばし始める。1967年、人民日報で出版許可を出した収容を、反革命両面派収容を表すと題された、要文言執筆文書を発表して、党と国家を散脱する陰謀を進めていたと批判し、拘束した。 利権は1970年に党から除名され、労働改造処分となるなど、西北半島集団として6万人が被害を受けたと、される。またかつて、毛沢東に英雄と評された竜士誕自身も、その手からは逃れられず、記念碑が公衛兵によって破壊された。1978年の第11期三中全会以降冤罪事件の再評価が始まり、 翌百七十九年には小説リュウタンの名誉回復に関する報告で素晴らしい革命文化作品であり、高校の再評価問題など存在しないと評価され、10月には再出版された。しかし、一部古参同士が事実と異なると指摘したため、1986年に周中江沢が調査した結果、党の歴史的人物の描写は歪曲してはならないと決定され、 雇用法の指示で再度発禁となった。その後、小説に描かれた関係者がほとんど正居した2009年に、至って、厚生教育出版社から再刊された。石川義弘、小説、竜子丹事件の歴史的背景。石川義弘編。中国社会主義文化の研究収録。石川義弘、小説、竜子丹事件の歴史的背景。ありがとうございます。